広尾学園中学校、高等学校は、東京都港区南麻布五丁目にある私立、中学校、高等学校。中高一貫制の教学校であり、通称は、高学。開校以来2007年までは、純真女子学園という女子校であった。設置、運営は、学校法人純真広尾学園。1918年に開校し、2021年現在は、 学校法人視に疲労学園が運営する中高一貫校。教育方針は自立と共生である。校舎は東京メトロ日比谷線広尾駅から徒歩2分の外苑西通り沿いにあり、疲労の名前を冠しているものの、所在地は東京都渋谷区疲労ではなく東京都港区南麻布である。校舎が限られているためプールは存在せず、代わりに3階に、 人工芝のグラウンド、室内の体育館と屋上のテニスコートがある。2003年には生徒数が400人台まで減少し、廃校の危機に瀕したことから学校改革を模索。2007年に女子校から教学化。通常の改革では未来がないとの指摘を受け、2009年から各分野のプロを招いて生徒に学ばせるキャリア教育をスタート。2011年度に 中央の校舎が2012年10月には第三新校舎が完成。その教育を受けた生徒が3年生になった2014年頃から進学実績は飛躍的な向上を果たした。新改革後はインターナショナルコースがあり、帰国子女の受け入れを進めている。かつては1クラス定員15名までだったが2011年度から40名になった。 文部科学省からスーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定され、積極的な英語教育を行っている。校舎は9階建てで、六本木ヒルズや真後ろにヒローガーデンヒルズがある。ICT 教育に力を入れており、2013年には Google の日本のコンピューターサイエンス教育を支援するプロジェクトコンピュータに親しもうでの第一採択校となった。 iPad, MacBook, Chromebook 等のデバイスのワン・ツー・ワン環境でも知られる。純真女子学園高等学校に関するカテゴリー。純真女子学園中学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。